や、今日はですね、僕が初めて月収100万円を達成した時にやったですね、4つの変革についてお話しします。めっちゃ光ってる。どうも、プロミュージシャンで社長の辰巳です。ちょっとカッコつけてみたんですけども、僕がね、月収100万円を初めて達成したのは2017年の、7月です。その時にですね、100万円を達成するために、僕が変えたことが4つありまして、それがですね、一気に4つとも変えたんですけども、1つ目が仕事を変える、2つ目が環境を変える、3つ目が価値観を変える、4つ目がですね、情報の取り方を変えるです。で、これね、1つずつ解説していこうと思うんですけども、1つ目、これ仕事を変えたって言ったじゃないですか。これは仕事そのものを、転職するっていう意味合いでもあり、僕の場合はですね、どういう変え方をしたかというと、仕事のやり方を変えました。どういうことかというとですね、僕はサラリーマンをやってた時に、朝の5時に起きて、7時に会社に行って、で、まあ、大体夕方の5時から、8時ぐらいに、終了して、家に帰るっていうようなね、ルーティンだったんですけども、どういうことを変えたかって言ったら、仕事にかける熱量を変えました。たまにね、こう上司と話すことがあったんですけど、まあビジネスとかやってる人ってすごいですよねみたいな話になったら、そもそもサラリーマンで1位とかになれない人は別に、独立したってうまいこといかないと思うよみたいなことを上司が言ってたんですけど、僕はそんな関係ないと思って、すぐにですね、こう仕事を頑張らずに、スマホを触りまくって、会議中もスマホ触ってとかして、こうビジネスにね、取り組んだんですよ。めっちゃ怒られましたよ。会議中にね、こんなやついたらめっちゃキレるじゃないですか。それでも、副業にこう力を注いで、仕事を変えるっていう部分でね、取り組んだっていうのが一つ目です。で、二つ目なんですけど、環境を変える。これはですね、付き合う人とかを、変えるっていうことなんですね。どういうことかというと、まあ、ゲームばっかりやってる人と一緒にいたら、ゲームしてしまうし、こうダラダラしてたら、もう人生適当に過ごしてもいいやんみたいな人と過ごしてたら、あ、まあ自分もそれでいいかなみたいな感じで引き戻されちゃうんですよね。なので、そういう人とではなくて、向上心のある人ですね、今現在、うまく生き続けてる人とかに、お会いしたりとか、そうやって、常に付き合う人とかね、環境を変えて、人生を過ごし始めたっていうのが2つ目です。3つ目、これね、価値観変えるっていう話をしたんですけども、価値観は、どうやったら変わるのかって言ったら、環境を変えれば自然と変わっていくんですね。どういう価値観を、変えないといけないかって言ったら、例えば、日々のこう空いた時間の過ごし方だったりとか、こうお金に対するね、価値観だったりとかね、お金をこう無駄遣いして、普通の人は過ごしてるけども、どういう風に使ったら、いいのかっていうね、まず、お金持ちはどう使うのかですね。投資に使って投資でお金を増やして、また投資に使ってどんどん資産を増やしていくっていうね、感じなんですけども、そういう価値観の部分をね、変えていったりとかして、で、最後にね、4つ目なんですけども、これ情報の取り方を変えるっていうのがありまして、普通にね、こうツイッターとかやってて、最近はすごいね、こう YouTube とかでもいろいろ学べるし、素晴らしいことなんですけども、やっぱり人と会わないと得られない情報っていうのはたくさんあってですね、これね、めっちゃ重要なんですね。やっぱりこうインターネットとか流れてくる、情報だったりとか、本とかで流れてくる情報ですね、本とかで流れてくる情報なんかは、例えば本を書きますと、で、本書いて出版する前にだいたい1年ぐらいかかってるんで、だいたい1年前の情報なんですよね。みんなが買ってるこうアフィリエイトの、ノウハウとか、コピーライティングのノウハウとかって、別に古いから悪いっていうわけではなくって、やっぱり情報をいかに早く取るかっていうのは、非常に、ビジネスとかをやっていく中では、重要なことなんですね。なので、そちらの、こう情報の取り方っていうのも気をつけてですね、僕なら、もう今現在大成功してる何億ぐらい稼いでる人とかに、お話を聞いて、そこで情報をいただいたりとか、そういうのが一例なので、なので、すごい人に会いに行ってくださいって言っても、すごい人ってどうやって会ったらいいのっていう話だと思うんで、それはですね、例えばツイッターで、憧れてる人に DM 送ってみるとか、自分から何かしらアクションすれば解決しますので、やってみてください。というわけでですね、僕は、月収100万円を達成したのはサラリーマンをやってる時に、副業を始めて4ヶ月で、達成したんですけども、このね、さっき言った仕事を変えて、環境を変えて、価値観変えて、で、情報の取り方変えるっていうね、この4つを一気にやることによって変えることができました。まあ環境とかを変えると、こう時間の使い方とも変わるわけじゃないですか。
価値観も変わるから、で仕事の内容も変わっていってね、情報の取り方も変わるから、こうビジネスで早い情報を取って、それをいかにうまいことを発信したりして、価値をつけて提供するかとか、そういうのを考えて、やっていくっていうので、月収100万円を達成したんですけども、他の動画でもね、概要欄にいろいろ参考になる僕が今までにやってきた経緯とかのね、話もしてますので、そちら見てみてください。まずですね、月収100万円を達成するためには、もう一度言いますね、仕事を変える、環境を変える、価値観を変える、情報の取り方を変える、この4つです。はい、ということでですね、今日ね、学んだことをしっかりと復習して、次につなげてみてください。はい、ではですね、今日の動画は以上になります。ここまでね、見ていただいて、よかった方は、チャンネル登録と、ベルマーク通知ですね、あといいねもお願いします。で、僕 Twitter と LINE アットで情報発信もしてますので、概要欄の方から今すぐ登録の方をね、よろしくお願いします。ということで今日は以上になります。ありがとうございます。